敵殲滅、お疲れ様でした。昨日より撃破タイムが向上しています。確実に強くなっていますよ。本当でげすか？アチキはこれまで以上に山脇様の役に立てるでげすか？外郭を破壊し、突破口を開く文吾さんの能力は重要なポジションです。必ずチームの役に立つかと。やったでげす！いつかこの私の使い魔じゃなくなる覚悟よ。ハチキはずっと山脇様の使い魔でギスよ。いつまでだってギスよ。だったらアメリカンドッグは食べられないわ。お預けね。もっと山脇様のお役に立てないかと昨日からずっと考えてるでギス。何をですか？欲でギス。で今日は大事なダンジョン攻略最終日、31へに勝って吠え面書かせてやるわよ。アチキが山脇様の一番の手下だってところ見せてやるでけ。気合十分ですね、文ちゃん。ひとまずランチに行くでござる。腹が減っては何とやらでござるよ。食べるでゲスか。今日の日替わりランチは、ここは私の占いで、あ、パスタランチが当たりだと出ています。何を言ってるの。今日のメニューはもう決まっているわ。焼肉よ。焼肉ってあのでござるか。脂の乗ったジューシーなお肉を炭火やロースターで焼いてタレをつけて食べるという。いるから好奇だな。許されるのか、そんな無法が。この私が許すわ。これから死ぬ気でダンジョン攻略を頑張るんだから、英気を養わないとね。さあ、担当を食べ。さすが我らが部隊長。まだお昼なのにお肉を焼いてしまうだなんて、山脇様は恐ろしいお人でき。まさか、お肉を焼いて食べている？最低か。こちらは焼肉食べ放題90分を注文できる余裕すらあるのよ。ブンゴ、ハラミは赤身だから醤油だれって言ったでしょ。何味噌だれつけてるの。ハラミはホルモンだわ。知らなかった。山内様はあまり頭が良くないのでゲスよ。手下がそれ言っていいのか。山内様は天才マッドサイエンティストなんでギスよ。待て、このやりとり何回繰り返すんだ。私たちはゆっくり焼肉を堪能していくけど、あなたたちはサンドイッチ的なものでパパッと済ませてとっとと去るといいよ。去るでギスよ。目障りでギスよ。ん？何の音だ。新宿ドーム紹介網より入電。第二次防衛ライン内にキャンサー集団の侵入を確認。映像にてレベル2の個体を視認。確認回します。 31A31C は直ちに出撃準備。準備終了後、格納庫に集合してください。揃ったよね。準備に不手際はないよね。大丈夫だと思う。映像解析の結果が来ました。レベル2キャンサーはデススラッグ1体とのこと。敵集団は
新宿ドームに向かって進行中。私らがダンジョンで倒したでかい敵でさえずっとレベル1だったはずだが。そうよ。だからあなたたちには基地周辺の防衛を命じます。前線には先輩部隊に行ってもらうわ。待って、私たちも前線に行かせて。なぜ？私たちはどこよりも早く4層を攻略している。 31A はともかく 31C ならやれるわ。そうね、今の 31C ならこの戦場にも耐えられるかもしれない。私らも前線に行く。私らだってダンジョンで戦って十分経験を積んできたんだ。倒せる敵、倒せない敵の判断もできるようになった。決して無謀ではない、そう考えます。わかりました。確かにあなたたちは我々の想定を上回る速度で成長している。あなたたちの力を信じましょう。 31A と 31C 両部隊にデスラック討伐作戦への参加を命します。チッ、あいつらも来るのか。負けてられない敵。あなたたちがデススラックを相手する必要はないわ。直接戦闘は経験豊富な先輩部隊が担当する。あなたたちのミッション内容はドーム周辺および内部に侵入したキャンサーの殲滅よ。時間がないわ、総員出撃。了解。ダンジョンの真相に到達する勝負はお互い4層到達でイーブンだった。だからここで決着をつけようじゃないの。つまりこの戦場でより多くのキャンサーを撃破した方が勝ちってのはどう？デススラックが迫ってきてるみたいだけど、ヤバくないか？もしかして怖いのか？イヴァールちゃん、行きますよ。いいね、カヤモリ、ここで勝負を決するよ。さあ、行くわよ、あんたたち。行くでき。イヴァールちゃん、張り切るのはいいですけど、無理は禁物ですよ。でも今の私たちならやれるはず。入隊式で会った日から同じ釜の飯を食べて訓練して結束力を高めてきた。それはそうでござるな。来たぞ、キャンサーの群れだ。
弱ってきたようだな。どうでしょう。やるで。そこだ。チャンスでき。乗ってきましたね。攻略で得た経験が生きているみたいですね。山脇様は決して負けないでっけ。そうよ、このまま突き進んでデススラップとかいうボスキャンサーも私たちで討伐するわよ。山脇、絶対に。ノリコ、何か来るべき。負けないべき。まだ何があるかわからんぞ。今日だけでいい。お願いだから。わかった。お前がわしらの隊長だ。信頼しよう。ありがとう。良き兆しを感じます。山脇。
絶対に。はい。危ないでき。なるほど。はい。やるでけすよ。絶対に。Yeah!
殲滅してやろうじゃん。いい攻撃でござる。強そうで
キース。占うまでもなく危険です。
ユッキー、残りは？ビルの陰に潜んでる奴らを倒せば終わりだ。順調だな。あーら、三一への皆さんじゃない。よう、そっちはどうだ？雑魚ばかりで楽勝で消すよ。ん？あれは？え？そこのビルの上だ。でかすぎるでしょ。やばいでキス。まともにやったらひとたまりもない。こいつを先輩部隊に任せましょう。交代して迂回するよ。三一、あんたらもノロノロしてると死ぬよ。はよくば私たちでぶっ倒して閃光を上げてやろうと考えていたのに。見上げるほどでかくて手が届かないでギス。迂回する判断は妥当だな。今のわしらでは太刀打ちできん。ええ、先輩部隊にお任せしましょう。新たな敵集団です。あんな化け物に構ってる暇はないわ。要は討伐数なんだから行くわよ。やっつけるでギス。恐れ女の子がいいよ。トービ、
ここいらのキャンサーは全滅させたわね。かなりの数を倒したでござるよ。さつきさん、どうかしましたか？31Aがまだ追ってきていません。迂回ルートのキャンサーは私たちがあらかた片付けたのに。別のルートに行ったんでしょ。引き返したのでなければここしかルートはなかったぞ。まさか無謀にもあのデカブツに立ち向かってやられてしまってなければよいが。くっ、山脇様、このまま行けば討伐数勝負は私たちの圧勝。A の座ももらったようなもの。おい、こんな時に何を言っている。だからルートを変更するわ。一旦引き返す。それであいつらがもし戦ってたら少しばかり手を差し伸べてやってもいいわ。あの怪物に立ち向かうでござるか。バカ言わないで。あいつらが撤退する時間稼ぎをしてあげるだけよ。それでより私たちの勝利を確実にできるというもの。それでこそ山脇様でギース。はい、素直に心配だと言えばよかろう。さあ行くわよ、あなたたち。見るでござる、戦いはもう終わってるでござるよ。あいつら生きておるか。デススラックがいない。あそこを見てください、戦闘が立っています。ということは、あんたらあいつを撃破したっての？マジでギスか。でもあんたらがのんびりデカブツと戦ってる間に討伐数は稼がせてもらったわ。とりあえずドームの方に戻ろう。まだキャンサーが残ってるかもしれないし。いい加減負けを認めなさいよ。私たちはドームの人とは接触禁止なんだった。ほら、お帰り。はーい。そんな、全然気づかなかった。あなたが助けてくれなかったら、今の子が犠牲になっていたというの？ルカはさ、こんな奴なんだよ。頭も良くないし、性格もおかしくて、何を考えて生きているのかも謎に思うことがしょっちゅうだ。でも目の前の欲になんて溺れない。一番大事なことをおろそかにはしない。そういうやつだ。私が目の前の欲に溺れてたっていうの？あんたらは結局司令官に自分たちの方が優秀だってことを見せつけたかっただけだろ。さすがセラフ部隊だ。強かっこいい。まさに人類の希望。感謝と称賛の声がここまで響いてくるでござる。もし 31A がデススラックを倒していなかったら、ドームに甚大な被害が出ていたかもしれません。あの声はあいつらに向けられたものだ。何言ってるでギスか。山脇様も大活躍だったでギス。ありがとう、プンゴ。でもサツキの言う通りだわ。私は勝負にこだわるあまり大切なことを見失ってしまっていた。山脇様。
さて、まずは初めての任務達成、ご苦労様。初めてのミッションとしては素晴らしい出来よ。そして 31C の討伐数の方が結果として多い。つまり 31C の勝ちということでいいのね。あちゃー、負けちゃったか。山脇さん、これをもってあなたたちは勝利したってことでいいのかしら。よくない。あら、どうして。どのような理由があれど、私たちの任務はこの世界を守ること。今回の戦い、この私はそのことを見失っていた。 31A に負けたくない、その一心で戦闘をこなしていた。でもそれじゃ守りたいものも守れないってことを痛感した。私が未熟でした。この勝負、私たちの負けです。おめでとうございます。あなたたちが 31A です。やったー、すげー喜ぶな。どれだけ A が良かったんだよ。負けてしまいましたか。どうしたんだい。頭がクラクラするでぎす。そうかい。じゃあ今日は早めに休むことね。なんだい。今日は悔しかったでギス。でも安心してほしいでギスよ。明日にはアチキがもっともっと強くなって、次こそは山脇様に勝利をプレゼントするでギスから。もういいんだよ。それにあんたは明日には、ん、アチキの明日がどうかしたでギスか。うん、なんでもない。それより、もう眠いんじゃないかい。山脇様を置いて眠れないでギス。どうして。アチキが寝てる間にどこかに行っちゃったりしないでギスか。するわけないだろ。何バカ言ってんだい。でも今日の山脇様はなんだか。さあもう寝な。はい、デキ。山脇様。なんだい。まだちゃんとそこにいるデキスか。いるよ。よかったデキス。山脇様。なんだい。まだいるでゲスか。いるよ。どこへも行ったりしないってば。おしゃべりはまた明日にして、もう寝なさい。また明日頑張る。大丈夫だから。うん、約束。
山脇様。なんだい？今日は悔しかったでぎす。でも安心してほしいでぎすよ。明日にはアチキがもっともっと強くなって、次こそは山脇様に勝利をプレゼントするでぎすから。山脇様は決して負けないでぎす。そうよ、このまま突き進んでデススラップとかいうボスキャンサーも私たちで討伐するわよ。焼肉ってあのでござるか。油の乗ったジューシーなお肉を炭火やロースターで焼いてタレをつけて食べるという。なんだと。昼から豪気だな。許されるのか、そんな無法が。この私が許すわ。これから死ぬ気でダンジョン攻略を頑張るんだから、英気を養わないとね。さあ、担当食べ。さすが我らが具隊長。まだお昼なのにお肉を焼いてしまうだなんて、山脇様は恐ろしいお人でぎ。マスターにして偉大なマッドサイエンティスト、忘れちゃったのかい。山脇様、なんだかちょっと山脇様というより山脇様のお姉さんって感じでけす。寝ぼけてんじゃないよ。私はあんたと同い年の山脇ボンイヴァールよ。どうしてそんなところで寝てるでけすか。壮絶なまでの寝相の悪さでけす。ちょっと疲れててついうとうとしちゃってただけよ。山脇様、ここはどこでけすか。覚えてないのかい。あんたはね、改造人間になる手術を受けたんだよ。生まれ変わったニューブンゴってわけ。グレードアップされたカニの手がその証拠よ。さあ、起きたなら顔洗ってきなさい。今日からまた新しい日々が始まるんだよ。はい、でけぃす。新しい、何も変わらない毎日がね。
人の偵察終わったでぎ。敵に見られてるとも知らずにのんきに遊んでたでぎ。思わず笑ってしまったでぎ。ははは、それはいい気味ね。次は何をするでぎすか。山脇様がくれたこのカニの手があれば何だってできるでぎ。そうね、手始めにあそこにある水たまりでジャンプして周りをびちゃびちゃにするっていうのはどうかしら。どうしたの。なんかあんまりマッドサイエンティストっぽくないかも。な、仕方ないでしょ。いざやってみると難しいんだもの。ボンちゃん、マッドサイエンティストはね、極悪非道で強くてかっこよくてババーン、ジャキーンって感じなんだよ。ババーン、ジャキーン。私が教えるから一緒にやってみよう。うん、わかった。まずは怪しそうな雰囲気を出して、喋り方もミステリアスな感じにするの。そして極めつけは不気味に笑う。私のこの力でいつか世界を滅ぼしてみせるわ。ふうふう。いい感じ。山脇様、敵でき。ここはアチキにお任せあれでき。アチキがとっておきの必殺技をお見舞いするでき。ですよ。バブルデストロイヤー。バブルって何それ。ボンちゃん忘れちゃったの。バトルレンジャーに出てくるカニ怪人の必殺技だよ。ピンチの時にこの技を使ってレンジャーに一矢報いるところは名シーンなんだから。そういえばそんなシーンもあったわね。じゃあ気を取り直してもう一回ね。私のこの力でいつか世界を滅ぼしてみせるわ。バブルデストロイヤー。まだ敵は現れてない。ござる。訓練は大変ですが、ここのところ出撃があまりないのはありがたいことです。文吾、私はこれから大事な用があるから、あんたは先に戻ってなさい。あちきにも言えないような用事でキスか。山脇殿はこれから三一へのかやむり殿と一緒に浴室掃除をするでござるよ。なぜそんな中労働。いろいろあったのよ。あなたたちね、命令違反は厳罰と言ったはずよ。先導した茅森、独断先行した山脇亮部隊長に懲罰として2週間の浴室清掃を命ずる。なぜ。ちょっとしたペナルティなんですよね。あれははっきり言って司令官が寛大だった。本来なら軍法会議にかけられるところでしたから。うるさいよ。そういうわけだからまたね。さてわしらも帰って飯にするか。戦闘訓練は腹が減るでござるよ。文ちゃんも行きましょう。あつきも用事があるでき。文ちゃん、いつものあれでしょう。山脇殿のためにけなげでござるな。文吾さん、今日も居残り訓練ですね。どうして
わかったでゲスか？士官ともなればそれぐらい察せます。話が早いでゲスに。もっと山脇様のお役に立ちたいんでゲス。すぐ敵を出すでゲス。わかりました。では始めます。来いでゲス。敵殲滅、お疲れ様でした。焦らずとも、今ある攻撃手段だけで十分戦えていますよ。あちきは山脇様の一番の弟子なんでギース。絶対に使いこなせるようになってみせたいんでギース。一人で何してたんだい？ここに。あんたの行動なんて全てまるっとお見通しなんだよ。さすが山脇様、恐るべきお人でギース。私のために特訓してくれてたのかい？違うでギース。使い魔の義務を遂行していただけでギース。ありがとね。でもいいんだよ、無理しなくて。それよりどこかで遊んでくるといい。宿舎でかくれんぼするとか。かくれんぼ…でも、あちきには山脇様の野望を叶えるという使命が。山脇様の邪魔をする奴らは全部あちきがぶっ倒してやるでギース。そうかい、頼もしいね。でも、さすがにお腹が空いたんじゃないかい？はい、でギース。もうお腹ペコペコでギース。そうだろう、みんながカフェテリアで待ってるから行っておいで。山脇様は一緒に食べないでゲスか？私にはまだやることが残ってるのよ。申し訳ないけど、一人で行ってきてちょうだい。わかったでゲス。文ちゃん、お帰りなさい。山脇殿はどうしたでござるか？何かやることがあると言っていたでギース。珍しいな、文吾が山脇にくっついていかないなんて。山脇様、なんだか元気がないでギース。私にはいつも通りに見えましたけど。勢いがないでギース。山脇様といえば、運命に抗おうとする悪のカリスマ的反骨精神の持ち主でギース。それがおとなしくお風呂掃除なんて。逆らっても罰が重くなるだけですから。それだけじゃないでギース。あちきがこっそり、やってるのを無理しなくていいって。なんだか山脇様を少し遠くに感じるでゲスよ。平気そうに振る舞っていますけど、文ちゃんにはわかるんですね。やっぱりまだあの時のことを引きずっているでござるな。あれからもう結構経つというのに、よほど答えたと見える。31A がデススラッグを倒していなければ、ドームで怪我人や最悪犠牲者が出ていたかもしれません。だが判断は間違っておらん。あの時のわしらが向かっていっても
犬死にだった。ええ、私もそう思います。でもその結果、イヴァールちゃんは撤退の判断をしなければならなかった。山脇様が誰かに負けたでけすか？そんなはずないでけす！山脇様は無敵のマッドサイエンティストでけす！その通りでござる。山脇殿は拙者たちの頼りになるリーダーでござるよ。イヴァールちゃんはどうにもならないことをたくさん抱え込んで自分を責めてるんだと思います。やれやれ、口じゃ威勢のいいことを言っててもなんだかんだであいつは優しいでござるな。ええ、はい。お前たちに言っておくでけす。山脇様の一番の手下はあちきでけす。山脇様が落ち込んでるならあちきが支えるでけすよ。山脇様、あれいないでけす。おトイレでゲスかね。一番の使い魔として何か山脇様を奮い立たせる方法はないでゲスか。なんでゲスかこれ。身辺調査ノート、どれどれ。なんとこれはアチキたち手下について調査したことが書かれてるでゲス。一体誰がこんなノートを。それにしても辛口評価でギス。本人には絶対見せられない内容でギスが、だからこそ信用できるでギスな。そうでギス、いいことを思いついたでギス。